皆さんこんにちは、どうもロミピです。ロミピクエスト2 in 北海道最終話、札幌の夜、始まり。はい、そんなわけでね、やってきましたロミピチャンネルの時間でございます。みんな見てよこれ、アイスワールド2020ということでね、すすきの到着したんで、今からじゃあ散策していきたいと思います。レッツゴー。札幌雪まつりの期間中、このすすきのエリアではアイスワールド2020という企画が行われております。このね、すすきのの氷像ですけども、氷を楽しむをテーマに幻想的な氷像が立ち並んでいるんです。また氷像に触れる、乗れるなどの触れ合い広場、撮影スポットとしてのイルミネーションロードのほか、氷の女王の撮影会など、すすきのならではの催しが繰り広げられています。この幻想的な氷像の世界、ずっと見てても飽きないですよね。しかしな、こんなに美味しそうな、あ、プレモル、美味しそすぎちゃって、ちょっともう花より団子の私はそろそろ我慢ができません。ビールが飲みたくなってきちゃったな。はい、皆さんお待たせしました。それではね、ロミピチャンネルが本日向かうのはこちらのお店、ババン、大衆炭火焼肉ジンギスカンフードさんです。早速入ってみましょう。店内はね、こんな感じで炭火で焼肉を楽しめる、素晴らしいじゃないですか。しかもね、このタレ一つ一つにもこだわりがあって、こちらの指南書を見て食べていくというスタイル、こだわりを感じるな。はい、じゃあ早速ね、こちらのメニューを見ていってみましょう。まずね、ホルモンの種類がすごく充実してるね。これすごいな。そして刺し物も海鮮もあります。これがね、北海道といえばジンギスカン。ジンギスカンもいろんな味があるな。一品料理にお野菜、ご飯物にスープ。このコーナーもやばいね。うまそうなお肉じゃないのよ。いやー、何を食べるか悩むな。本日の予算お疲れ様でした。乾杯。いやいやいや、まず最初に注文したのがね、こちら冷やしトマトです。北海道の冷やしトマトはね、湯むきがされてますね。そして今回はこちら、玉ねぎにごまが振ってあります。じゃあね、いただいてみます。パクリ。めちゃめちゃごまそれではね、次はお肉の登場です。こちらから、うま辛ジンギスカン、レアジンギスカン、塩ジンギスカンです。じゃあね、焼いてってみましょう。それではね、2種類のタレにつけて食べてってみます。肉、いただきます。この食感にこの風味、たまらんわ。ほら、ビールが進む。うまい。はい、お次はこちらのね、塩ジンギスカン、いただきます。あっさり塩味でうまいな。これもビールをね、くーっと流し込んでいきます。お次に登場したのがこちら、塩レモンサワーです。丸ごと氷結のレモンがゴロゴロ入ってる。これ美味しそうでしょ。どうじゃあね、どうやって飲むんだろう、これ。こんな感じでいいのかな。いただき。
しょっぱ。はい、こちらが本日の刺し盛りの3点盛りです。これね、全部新鮮な取れたてのホルモンのお刺身だそうです。じゃあね、早速食べていってみましょう。じゃあいただきます。うん、食感が楽しいね、これね。うん、うまいうまいうまい。そしてレモンサワーを流し込む。お次はね、ちょっとごま油の方で食べてみます。これね、ちょっと例のあの禁断のレバ刺しを彷彿とさせるような味、こりゃうまいわ。レモンサワーとの相性も抜群。はい、じゃあお次のね、最後の3点目ですけど、これはね、普通にポン酢でいただいてみます。うん、なんかローストビーフみたいな味だな、うまい。はい、うま辛ジンギスカンパクリ。結構味がね、しっかりしてる。うん、美味しい美味しい。でもね、ちょっと辛い。うん、これはレモンサワーだね。くーっと飲んで。はい、こちらが本日最後の締め、ラムユッケとろろ飯です。どうよ、もうこのビジュアル誰もが好きでしょうね。はい、お待ちかね、卵を割るシーン。はい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 、来ました。とろーっと流れ出るこの卵黄、しっかりとラムユッケを絡めて。どう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 、やばくないこれ。ここうまそう。はい、もうこれはレンゲだね。レンゲでガバッとすくっていただきます。パクリ。こりゃうまいよ、最高だ。もう締めるはずがさ、足らなくなっちゃって、もうおかわりチューハイしちゃいましたよね。え、このレモンサワーとまたお肉の相性が抜群なんだよね。ちょっと入れすぎちゃってる感じ。まあ、いっちゃうよいっちゃうよ。それじゃあお疲れ様でした。乾杯。くー、皆様いかがだったでしょうか。ロミピクエスト2020北海道編、これで終了となります。皆さんもぜひ北海道に行った際はホルモン酒場フードさんへ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。それではまた。じゃあ最後の曲になります。戦友という歌を聴いてください。